おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。木金土はメタバースをテーマに、ロブロックススタジオでメタバース空間を作ろうということで、私が勉強している様子を配信しています。はい、で今週はマイタウンですね。アカウントを作るだけで一つタウンができるんですが、まあ、それをいろいろいじっていて、まあ、実際なんかいろんなものを置いていこうっていうのを試してうまくいったので、もともとはこれなんですけどね。この公開してる。で、ここにいろいろやっていってバグって潰れちゃうのが嫌なので、昨日これをコピーしたマイタウンっていうのを作ったので、こっちにそのチュートリアルにあるカタパルトを置いていこうかなと思っています。で、チュートリアルはどこにあるかっていうと、このドキュメントっていうのを開くと、まあ、こんな形で、オリジナルは英語なんですけど、自動翻訳使ってます。で、画面も大きくしましょうか。で、このチュートリアルの中の、このバーチャル空間のチュートリアル、この中に、まあ、これは英語なんですが、日本語翻訳させてもらって、で、以前も動画で撮ってあるんですが、この最初の体験を作ろうということで、このカタパルトを自分の空間に置いてみようかなと思ってます。で、若干復習なんですが、まあ、こんな風なカタパルトを置いて、これを押すとこの辺のピンを倒せると。で、まあ、いろんな説明があって、まあ、初めこれから始めるんですけど、ここをだから自分のタウンにして、であるものを、まあ、ここの順番に従ってやっていけば作れるんじゃないかなと。なんかこの辺のテンプレートも面白そうですが、で、まあ、ここから作っていくんですよとなっていて、でアセットパック、この辺の入手でこの辺りを取ってくるんですよね。で、これ確かスポーンの場所と以外にデータモデルオブジェクト、スタジオはオブジェクトして表示します。で、パーツオブジェクト、ボール、こうでなっていて、で、これですか、クリエイターハブから直接アクセスできますよっていうので、イベントに追加をクリックしますと。で、カタパルト、ツールバーで、イベントリーで、そう、この流れがどうだったかな、以前やったんですけど、スタジオで開く、なんか以前これを開いちゃったんじゃないかな。クリエイトスタジオカタパルトって検索すると出てくるのかな。まあ、これをちょっとチラ見しながら、自分のまずこれをこれですね、これちょっと複製で残しておいて、戻って、これを、これをスタジオで開かないといけないですね。スタジオで開いてみようと思います。で、開き始めました。で、ちょっと待っておいて、これはまだ非公開なので皆さんには見れない環境にはなってますが、まあ、この手順でうまくいけば、はい、立ち上がってきました。まあ、以前いろいろいじっているタウンをコピーして持ってきているので、デフォルトとはちょっと違うんですけど、立ち上がるまでに結構かかりますよね。で、立ち上がっちゃうと、私のこの VTuber のこの動きが結構カクカクしちゃう。もう立ち上がってるのかな？立ち上がってますね。で、これがもうすでにこのモデルで、ここに、探せないのかな、か。これ。サーチで、イベントに追加。
カタパルト、TAPU。なんか候補が上がってますね。カタ。エンター押してみましょうか。綴り間違ってないですかね。カタプールと、カタプールと、ありました。なんかいっぱいありますね。これかな？イントロトゥースタディオ、カタパロットアントプロットホーム。これかもしれませんね。あ、もう押すといきなり出ちゃいましたね。こんな風になるんだ。じゃあどこに配置しようか。これでもこのままつまんで動かせないのかな。ムーブ。ここが中心になってるのか。これで、動く動く。ムーブでこの辺にして、で、ローテーションで回しましょうか。で、くるくるくるっと、まとまった。くるくるくるっと回って、回ってまたムーブで、こっちにぎゅーっと、こんな感じにしちゃえばいいのかな。これで近場のやつと、やつがあって、これで置けちゃいましたね。なんかもう少し手間取るのかと思ったら現れて、あとは選んだままここのツールを使うだけで動かせちゃいました。ということで、このチュートリアルで言うとここまで進んだんですよね。で、ターゲットをカスタマイズする、これはスキップしたらいいかなと思うんで、まあ、ターゲットの色変えたり、高さ変えたり、長さ変えたり、いろいろしてかっこよくしてくださいみたいな感じなので、これはパスしてよくて、だいぶ進みましてね。で、この辺りに、なんかスクリプトが書いてありますね。ここはちょっと読むとやばいかもしれない。リプレイクストレイジホルダーの中のすべての項を選択し、サービスにドラッグします。サービスってあるのか。ここか。コンピュート GPIP プレハブ。これをすべて、サーバースクリプト、ストレージ、やってみますか。リプリシケイトストレージ、リプリシテイトストレージ、この中にあるやつを、あ、ここにもありますね。どこ入れるんだろう。ここかな？サーバースクリプトサービス。サーバースクリプト、あ、ここに入れるんだな。じゃあやってみましょう。カタパルトの中にある、これをすべてつまんで、すべてつまめてない。すべてつまんで、コピーってできないのかな。
コピーして、ここですよね、ここにペーストされたのかな。これでいいのかな。あ、なんかもっとありますね。イベントだけがコピーされちゃったのかな、今。そうですね、イベントしか持っていけてないので、これと、これも畳んで、これとこれも、なんか、マジックマウスだと、コントロール C が効くのかな。コントロール C で、コントロール V。ああ、なんか変なところに貼っちゃいました。コントロール Z。なんか、やっぱりホイールマウスのあるのをつなげがないといけないですね。こう動作してすごく効率が悪そうです。ただ全部入ったんじゃないのかな、これで。これぐらいのものが。これとこれなので、これで一応 URL コピーは終わったと思っています。はい。で、ストレージフォルダを削除します。削除しろって言われてるので削除しますか。なんかこれが選ばれちゃったみたいですよね。はい。で、動くかどうか確認せよと。かなり重くなって、私自身がかなりカクカク動いてるんじゃないかな。で、動き出しました。で、この青いのが取れると動くので、矢印キーで今動かしています。どっちに置いたのかな？こっちの方かな？なんか浮いてますね。あ、高さがまずかったみたい。あ、ジャンプしたら乗れました。で、こいつは近づくと E が押せて、お、なんか打ちましたよね、多分。あ、でも先にこれで選ばなきゃいけないんだ、確か。これでランチじゃない。これで弾が、あれ、弾がまだセットされていない。まだ弾がセットするスクリプトがないのかな。はい、ちょっと画面を大きくしてみました。こんな感じで割と気軽に置けて動くみたいです。ただまだ弾のスクリプトとか不足な部分があるので、そこは、まあ、週明けということにさせていただきましょうかね。はい。ということで、思ったより簡単に配置ができてしまいました。あとはもう少しスクリプトの調整をして弾が出るようにするぐらいなのかなというふうに思ってます。はい。来週この続きやりますのでよろしくお願いします。はい。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、木金土はメタバース、月火水は人工知能をテーマに私が勉強している様子を動画で配信しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。